それでは表現行列の性質について説明していきます。まず F と F' を V から W への線形写像、G を W から Z への線形写像としておきます。でこれらのです、ねまあ、適当な規定を取っておいて、その規定に関する表現行列が A、A'、C としておきます。まあ、規定は固定しておきますね。変えずにそのまま使います。でこの時 F、αF たす βF'、これはあの線形写像のスカラ倍、一時結合になっていますけれども、 まあ定義は、この αf 足す β 倍の f' の v のベクトル v の行き先が、それぞれ αfv プラス βf'v と。これ微分じゃないですよ。これダッシュね。別の f' って言いんですけども、こういうふうに定義すると。はい。これが、あの、定義になります。えっと、f と線形写像の和とかスカラ倍ですね。 はい、それぞれまあ行った先、まあ、値による三法と言いますけれども、まあ、行き先がまああのスカラバになって和になっていると。こういうやつですね。まあ、普通にあのた例えば関数で x に対して x2 乗という関数と x に対して x3 乗という関数の3倍と4倍の和っていうのは x に対して 3x2 乗足す 4x3 乗を対応させると。これと一緒です。全く一緒ですね。はい。これ、えっと、そんでこの アルファ F たすベータ F ダッシュの表現行列は、この対応する F と F ダッシュに対応する表現行列 A と A ダッシュの、まあ、同じようなこういう一時結合になっていると。ですね。行列の方についても、ワトスカラバイ一時結合を計算できますから、ちょうどこの対応していると。こういうわけですね。それから、G0F。これは、要するに合成ですけども、V から W に F で移して、W から Z に G で移すと。まあ、こういうシャドウですけれども、 この写像の合成写像の表現行列は、えっと、G に対応する表現行列がこれ C ですけれども、まあ、CA であるということですね。まあ、数ベクトルを対応する数ベクトルを考えると、ねえっと、ここでまず A をかけて次に C をかけるという感じなので、まあまあ、妥,当な妥当な主張ですよね。はいでえっと、行列の定める写像 TA の標準規定に関する表現行列は A であると。これはまあ有意ですね。 そうすると、この例えば、α 倍の ta たす b,、えっと、b 倍の ta' というのは、まあ、こうやってこう行列のこれに対応すると。また、この変形をそのまま,まあ一般化したものですね、これね。で、同じように合成の方も、はい、先ほどもちょっと図で書きましたけど、a 倍して c 倍するんだから結局、まあ、要するに行列とベクトルの積のおかに関する結合法則ですね。を 言ってるに過ぎないわけですね。ということで、えっとまあ、一応証明なんですけども、まあ、定義によって FBV っていうのは BBWA で GBW っていうのは BZC ですということで、まあ、合成の方はですね、まずこの FBV を G 括弧 FBV ですからこういうふうになるわけなので FBV を BWA というふうに表現行列で表してやると。で、えっと、ここですね、この BWA っていうのは要するに結局ですね、G によってこの えっと、BW のこの弦の位置 A の列ベクトルに関する一時結合を並べたものですから、まあ、結局その各、えっと、並べたやつに対してですね、えっとまあ、G の線形性を使うとですね、この A がまあ外形式的にこう外へ出せるということになるわけですね。ここはあの A の線形性あの G の線形性を使っているということにちゃんとあの理解した上で見てくださいね。はい、まあ 要するに、えっと、線形性っていうのは、こう、ベクトルの K があったときに、これに数ベクトルをかけたら、これは、えっと、一時結合を保つというのは、こういうふうにかけたわけですけど、これを、まあ、要するに、こう、いくつか、こう、並べたものですね。並べたものとして、こう、書いてるわけですね。はい。だから、だいぶちょっと、あの、はしょった書き方ですけども、まあ、こういうことです。はい。ここは、線形性を使っています。で、この GBWA っていうのをこ,こをですね、あのこれに直してやると、こう BZC で,で、一応これカッコをつけておくんですけども、やっぱりこれはあの結局、形式的な行列とベクの積ですから、結合法則があって、BZCA とこういうふうに書けるわけですね。ということで、この CA が表現行列であると。はい、で、まあ、個々の等式で FG の線形性と何が用いられているか確認せよということで、えっと、この部分はまあ表現行列の定義が用いられていて、ここは先ほど言ったようにこう線形性が用いられているわけですね。 コードがまた表現行列の定義が用いられていて、ここは結合法則が用いられていると。まあ、こういうことですね。はい。まあ、これを全部シグマ記号を使って書くと、まあ、結構めんどくさい、うっとしい式になりますけども、まあ、こういうふうに書くと、すっきりはするんですね。はい。ただ、まあ,あ、あくまでここはどういう理屈であのやっているのかということですね。ここはあの形式的なこう行ベクトルですね、これね。の間の、こう、形式的な行ベクトルを形式的な行ベクトルと行列の積としてこう書いていると。 ここのところですねこういう線形性であるということをちゃんと一応確認しておいてくださいはい一応こう書いてますね A の定義 G の線形性 C の定義結合法則ということですねはいそれでは表現行列の性質の例題をやってみましょう、まあ、VN を N 次下の多項式のなすベクトル空間として規定としてですね1 x 点点 x の n 乗とこれをまあ固定して考えます で問題は次の線形写像の表現行列を求めなさいとまた差分の微分の表現行列や差分の表現行列との関係を考察しなさいと、まあ、先ほどの話をですねちょっと実際の具体例で確認してみましょうとこういう問題ですねはいそれではまあちょっと簡単にやってみてくださいはいそれではやっていきましょう まず直接ちょっと求めてみましょうね。f1 は2倍の,1倍の1の微分と3倍の0。1の時はこれ分子が0ですから1、1低くして0ですから、0ですね。はい。ということで、これは0と。で、fx は2倍の1と3倍の x の時 x き、x-1 を x くして割りますから、1なので5と。で、fx 事乗は 2x、2倍の x 事乗の微分、4x ですね、これね。 プラス3倍の x 二乗低1を x1 で割ったものは x1 ですから3倍の x1 となって 7x プラス3と。で、fx の3乗は2倍の x3 の3乗の微分とそれから3倍の x 二乗足す x1 ですね。x のまあ n 乗低1を x1 で割ったものは x の n1 乗足す点点点 x1 となりますから3乗の場合はこういうふうになりますね。はい。ということで 合わせで、ということでこの4つをですね、えー、座標を取って並べるとこういうふうになりますね。はい、0の座標は0005の座標は500、えー、これ3があ、まあ、1が先頭ですから37003390で,ですね。はい。で、一方ですねこの問題の中に微分の表現行列微分の表現行列っていうのはこういうものになるわけですね。 はい。1の微分は0なので0。x の微分は1なのでこうなると。x 乗の微分は 2x なのでこうなると。x30 の微分は 3x4 でこうなると。で、これの2倍と、それから差分ですね。差分の方も、えっと、計算すると、1の時は0で、x の時は1で、x 乗の時は x1 で、x30 の時は x 乗たす x1 なのでこうなると。はい。まあ、ここでやってる計算はですね、こう、あの、まとめて後でやってるのと同じですね。ということはよくわかりますね。はい。ですから、その、えっと、線形写像の スカラバイとか、その和ですね。といったものの表現行列が、行列の、表現行列の和とかスカラバイになるということは、非常にまあ納得のいく話だと思います。はい。で、ちなみにですね、この表現行列の4行目はこれ0ということはどういうことかというと、あの、要するに X の4乗の、えー、ごめんなさい、3乗の項が、まあ、きれいに消えているということですから、これはイメージの F が V2 に入っているということを意味しているわけですね。はい。 まあこういった考察はですね、また表現行列の応用のところで詳しくやることにします。はい。それでは例題に行ってみましょう。記号は先ほどと同じとして、えー、問題ですね。次の線形写像の表現行列を行列の演算を用いて求めなさい。ということで、えー、今度はですね、あの性質を使ってですね、えー、行列の演算を使って求めようと。こういうことですね。はい。で、一応中として書いてありますけど、p'2x'1、p 弧2 x, 1, 2 x 1は p の同関数に 2x たす1を代入してくださいと書いてありますね。えつまりこれはあの x 次乗の場合、px が x 次乗の場合だとどういうことかというと、2x と微分して、この x のところに 2x たす1を代入すると、こういうことです。はいこれ時々ですね、えっと 2x たす1を代入したものを微分する、いわゆる合成関数の微分法でやっちゃってる人はいるんですけども、あのそういう意味ではありません。はい これは、あくまで P' という同関数に対して、X のところに x 数1を代入するということですね。微分する方が先ということです。はい、それちょっと注意してください。はい、こちら、下に一応例が、X40 の前に例が書いてありますけれども、はい。ということで、F は V3 から V3 で PX として、PX に対して微分して代入して、XF1 をかけると。これ実数一つ下がってますけど、これ上げてますけども、あのか,けかけることによって一つ上がってますが、からまあ v には 入ってますけどもでこちらの差分ですね x 1というやつですね、はい、先ほどとはちょっと違いますけど先ほどは1ここが1だったんですけども、はい、これをですねあの行列の演算を用いて求めてみなさいとこういう問題ですねはいでもちろんあのそのまま直接求めたやつと比較してもらったらいいんですけれども、はい、ということでやってみてください はいえ。それではやっていきましょう。えっと、ちょっと字が小さいですけども、F の第1項は、X、X-1 をかける丸、丸 2X プラス1を代入、丸微分ですね。ということなんで、えっと、表す行列は最後の、まあ、ま、X-1 をかける写像で実数が上がるので、え一旦周域を V4 とすると書いてありますね。はい。ちょっとあの、えっと、要するにこう、あの見かけ上ですね、この V3 から最初にまず微分することによって、まあ、本当は V2 に行くんですけど、これ V3 のままでやってるんで、 次数がですね、あのそ,そのまま、えっと、V3 になっているんですね。で、これに対してその後代入すると、この代入は一次式を代入しているので、V3 から V3 いくんですけども、その後最後に x いく1をかけるところでですね、一応この V3 上の関数あの写像としてはですね、次数が上がっちゃうんですね。だから一旦この上の上やつと しますで先ほども言ったようにですね要するにこの表現行列の一番下がこれが0になっていれば結局さ最終的にはこの行き先が V3 に入っているっていうことが分かるんでここをまあカットしてやったものですねこれがあのこのつないだやつの表現行列ということになるのではいちょっと見にくくなったんで消しますけどもはい、まあ、こういうことですねなのでまず最初に、えっと、これ微分ですね微分をやりましたはいまあほはここのところで <laughs> あの消しといてもいいんですけどね このはで消しといて、一旦3次にしておいて、V2 落としといて、V2 から V2 へのこのシャドウだとしといて、V3 に上げるというふうにすれば、まあ、それでもいいんですけども、まあ、どっちかですね。はい。ということで、えっと、まあ、とりあえずここではそのまま V3 から V3 としてますので、4×4 行列が出てきまして、で、これに対して代入すると。代入するやつはですね、1のところはもちろん1のままですよね。X のところは 2X 足す1ですから1、1足す 2X なんで、1200と。 で、x 以上のところは、1、4、4。ね、2乗して、2x たす1を2乗して、1、足す 4x 足す 4x 以上と。で、3乗の式ですね。1足す 2x の3乗を展開すると、1、6、12、3ということになります。あ、8ということになりますので、これが、あの、表現行列ということになります。で、最後に、あの、えっと、なんですかね、えー、かけるってですね、x ひく1をかけると。そうすると1、1ほ一に x ひく1をかけると、当然、マイナス1、1ですね。 で、順番にこうずれていくわけですね。次数が一個ずつ上がっていくだけなんで、この、これが、こういうふうにザーッとこうさずれていくと。こういう表現行列になるわけですね。はい。で、まあ、これで計算してやると、こういうふうになりますよと。はい。で、実際、こう一番最後の行はなくなっているので、えー、行き先はちゃんと V3 に入っていて、まあ、この上の、この、この部分が表現行列になっておりますよと。こういうことがわかるわけですね。はい。で、えっと、 第2項の方はですね、先ほどの差分のやつで、こうあ先は、えっと、こう、1、1でしたけども、ここはマイナス1ですから、マイナス1、1、こう、1、マイナス1、1というふうになって、えー、まあ、これで、あの、2倍して、これと足し合わせてやると、こういう行列が出てきますと。ちなみに、まあ、直接やってみると、こういうふうになって計算できるんで、あ、確かに合ってるな、ということがわかりますと。こういうことですね。はい、いかがだったでしょうか。 それでは表現行列の応用ということで表現行列を使って線形写像に関する、まあ、角とか像とかですねを調べていくというお話をやってい,くいきます。で、えっと、先ほど例題でもやったようにですねあの要するに表現行列の例えば一番下の行があの全部0になっていたらそ,のそれに対応する部分空間ですねまあその場合はうまくいったわけですけども。 まあその対応する部分空間がその行き先があのちょっと小さくなっているまあ2次以下の多項式の空間に入っているとかそういうことが分かったわけですけどもはいもうちょっと詳しくですね、えー、どういうふうに分かるかということをやっていきますでえっと今まあ設定としてですね BV と BW を VW の規定としましょうと V1 から VM と W1 から WN というようなまあ規定と取りますねでそれぞれ次元が M 次元と N 次元としておきますで、えっと その座標写像ですね。それから表現行列、行列 A があって、F の規定 BVBW に関する表現行列 A があるということですね。で、えっと、5V のカーネル TA への制限はカーネル F への統計になっていると。これですね。はい。で、えっと、5W のイメージ TA の制限はイメージ F への統計になっていると。はい。これちょっと図に書きますと、はい。こういうふうになります。よろしいですかね。はい。 えっと、この図を使って、ちょっとこれから説明していきます。で、えっと、まずま、V から W へのこう、線形写像があるわけですね。で、それに対応して、この表現行列 A があるわけですけども、まあ、表現行列の定義から V のベクトルの座標を取って、その座標に A をかけるという写像で写したものが、結局 F で写したやつの弦の座標だと。これが、まあ、表現行列の定義になっているわけですね。はい。 でここでですね、今、カーネルの F っていうのを考えます。カーネルの F は、まあ、例えば V と W は多項式であれば、もちろん多項式のナスブ空間の部分空間なわけですね。はい。で、えっと、これとですね、こっちの TA の方で考えた場合のカーネル T。こっちはもちろん数ベクトル空間の方ですね。数ベクトル空間の部分空間ですね。はい。で、この両者はどちらも住んでいるところは違うんですけれども、この 5E 座標射像によって、完全に1対1に同型に対応すると。 ここういういとですねつまり、ブ v をカーネル F に制限すると、このカーネル TA への,あの同型写像になっていると。ですから、フ v インバースでカーネル TA のやつを戻すと、カーネル F に同型に移ると。こうお互いにこう移り合うという関係になっているんですね、はいで。そのことをちょっと,あの、えっと、ダイアグラムチェイシングというあの図式追跡ですかね。<laughs> 日本語で、えー、日本で言ったことがないんですけど、えっと、そういう手法でちょっと説明したいと思います。 はい、でまず、えっと、カーネル F のベクトルを取っていきます。いいですかはい、よく聞いてくださいね。<laughs> ちょっとあの混乱するかもしれない、ね。カーネル F のベクトル V を持ってきます。で、V っていうやつは、これはあの F で移すと0になるんですね。なんでかというとカーネルですからね。はい、で当然0の座標は0です。はい、ですから、V こういってこういうふうにいったらこう0です。はい。 ね。というけど、これをですね、この座標の方で見ると、5V という座標の方で見ると、座標でこの V の座標を取ってきてやると、5V で移したこの V を 5V というか座標で移したやつっていうの、ベクトルっていうのは、当然これは A をかけると、ここへ来るわけですけど、こう言ってもこう言っても一緒なんですよね。ですよね。あの、えっと、これの逆写像と F とこう繋いだものがこうなんですから、言ってみれば、こういう風うに言ってもこういう風うに言っても一緒なんですね。はい。 まあこれはあの、この図式は果敢であると言うんですけども、こっちから言ってもこっちからこっ,ちからってもこっちから言っても一緒ということですね。だんだんちょっとややこしくなってきたんで消しますけど、えっと、こうですね。で、そうするとですね、この V っていうのが、こう行ってですね、で、まあ、こう来てゼロになるということは、こっち座標を取ってから A をかけてもゼロになるわけですね。つまり A をかけてゼロになるということは、TA で打すとゼロになるということですから、つまりカーネルの TA に入っているわけですね。つまり V は、 φ v で移すと、カーネルの ta の弦に入ってくると、ね。入ってくると。こういうことですね。はい。逆にですね、カーネル ta の弦を持ってきます。数ベクトル a を取ってきます。これはあのカーネル ta ですが、当然 a をかけたら0になる、あるいは ta で移したら0になるという、そういうベクトルなんですけども、ね、まあ、方程式の回空間の弦なんですけども、これをですね、これに対応して、これに対応するあのベクトル v の弦を持ってきますね。 はい、そうすると、これを F で移したものっていうのは、まあ、この座標を取るとゼロになるわけですから、結局、座標を取ってゼロならゼロベクトルだけなんで、ここ同型、OK、なんでね。ということは、つまり、ここの、この A に対応するベクトルを、V のベクトルを F で移すとゼロいくわけですから、こいつはカーネルの F に入ってるわけです。入ってるわけです。いいですかはい。ということで、5V はカーネル F のベクトルをカーネル TA に移すし、 カーネル TA のベクトル、数ベクトルを引き戻すと、ファイブ U の逆行列で移すと、逆車数で移すと、カーネル F のベクトルになるわけです。ね、ということなんで、ファイブ U はカーネル F とカーネル TA の間のこの1対1対応を与える、全対者であると。こういうことになるわけですね。はい。まあ、イメージ F の方も同様なんで、これはちょっと自分で、あの、ぜひ考えてみてください。はい。まあ、重要の方でまたちょっと補足したいと思いますけど、というかこういうことが言えます。 そうするとですね、企業何が嬉しいかというとですね、F という写像は、あのそれ自身ではな,なんか、カーネルとかイメージとかは、すごい難しい、分かりづらい、分かりにくいものだったりしてもですね、これはあの表現行列の方で考えることによって、まあ、ベクトル、行列の変形の計算に帰着できると、まあ、それによってですね、あのカーネル F とかイメージ F の規定とか、次元とか、そういったものが求めることができると、こういうことです。 でそれまあ、あの一番簡単な例が、例えばイメージの TA があの行列のところが一番下がロになっていたら、ここに対応するところが消えますから、イメージの F がそれに対応して、ここの部分だけで、対応する規定だけで生成されているところに入っているとかですね。そういうことがわかるわけですね。はい。ということであの、この表現行列の応用はこういうことをやっていこうというわけです。はい。えっと、それでは今の話をですね、ちょっと例で見ていきましょう。 微分ですね。えっと、微分の方で、えー、微分で考えてみますけれども、D を V2 から V2 としておきましょう。VN っていうのは NG 化の多項式のナスベクトル空間ということですね。はい。そうすると、表現行列はこう、表現行列はこういうふうになったわけですね。はい。で、先ほどの図をちょっとこの微分用にちょっと書き直してみると、こういう感じになります。で、えっと、微分のですね、カーネルは、はっきり分かってるわけですけども、一応ね。 1, 1、定数項、定数だけで生成される、定数部分ですね。1次元の部分空間と。で、えっと、イメージの方はこの1と 2x。まあ1と x でもいいんですけども、要するに1次元の多項式全体ということになってるわけですね。はい。で、これに対応するのがこういうふうに100、020と。つまりこの表現行列の像っていうのは当然この100と020で生成されますと。これ規定ですね。で、えっと、カーネルの方はこれあの、 まあほとんど飛躍階段行列なので分かるように100がカーネル T の規定になります。はい、で100に対応するのがこう1ということになります。ということなんで、まあ、これ完全に対応しているのが分かりますね、はい。今の場合は D は非常に分かりやすいシャドウなので直接求めることもできるわけですけどもこの表現行列のが非常に複雑になるような例えば例があった場合にはですねこの表現行列を基本変形してその行き先の像の規定とかあるいはカーネルの規定を求めて で、それを、まあ、ちゃんと、こう、元の空間に戻して考えると、それがカーネルの、元の線形シャドウのカーネルの規定とかイメージの規定になっているということがわかると。こういう理屈です。え、もう一つ表現行列の応用の例ですね。えっと、まあ、これは今度は、えっと、かけるってやつですけども、これはまあ、簡単なやつなんですけども、もう、かけるの場合はこれ、わかりきっていて、あの、カーネルは0になるんですね。カーネル M って書いてありますけごめんなさい。M ですね。で、えっと、 一方の TA の方もですね、これ A、表現技術、これですね、これ、あのー、ランク2ですから、これ単車になるわけですね、この TA というのね、単車になります。なので、えっと、まあ、これカーネルが0だけであるということは分かるわけですね。はい。で、イメージの A の方は、まあ、こういうもので生成されるわけですけども、これに対応するのはこうだと。AB0 と 0AB であるということですね。で、ランクが2であるということは分かるということで、まあ、こういうふうな、あのー、 V1 から VN の線形写像でカーネルが単純に入っていて像の次元が二次元であると、まあ、こういうことがですねわかるわけですねそれでは表現行列の応用の例題をやっていきましょう記号は前と一緒になります VN ですね VN と規定を固定するとで表現行列を用いて以下の2つを説明せよはい、えーっと D V2 から V2、Px から P'x は全車である。F、V2 から V3、Px から X 足す1倍の Px は単車である。ということですね。はい、まあ、先ほどの例を参考にですね、ちょっと自分で説明を書いてみてください。はい、それではやっていきましょう。1番はまずですね、表現行列はこういうふうになりますと。これはいいですね。はい。 で、えっと、ランク A イコール3であるから、ランク D イコール3、すなわちディメンジョン V2 と等しいから前者であると。こういうことですね。まあ、こういうふうにして、あのランクが、あの要するに、表現行列のランクを使ってですね、D の、ランク D を求めることはできますので、結果として、まあ、そのイメージの次元が分かると。で、今の場合、その行き先のこの V2 と一致していますから、これは前者であるということが、はっきり分かるわけですね。で、2番の方の F は、表現行列はこういうふうになりますと。 で、これは単車で、えー、ランク B イコール3でカーネルの次元は0、まあ、つまり単子であるということが分かりますのではい、F も単子であるということが分かるということですね、まあ、F 自身が単子であることはあのーまあ、実際これかけて0になるものは0しかないということで分かるわけですけども一応表現行列を使ってやるとこういう説明ができるとこういうことですねはい、もちろん実際の応用上はですねもっと F としてもっと複雑なあいろんなことで出てきたこう複雑な式がな が出てきたりするわけですけれども、一見すると端子かどうか分からない場合もですね、えーまあ、あの表現行列を使うことによって分かったりすると、こういうことになります。はい、それでは例題2ですね、はい。線形写像 D をこのような写像としますと、はい。この写像を見た瞬間ですね、カーネルの D が計算できる人はいないと思うんですけれども、このカーネル D の規定と次元、ランク D とイメージ D の規定をそれぞれ求めようと、こういう問題ですね。はい、これはまあ表現行列を使って求めてみようと、こういうことになります。 はいそれではちょっとやってみてくださいはいそれではやっていきましょう、えっと、まず表現行列を求めるために1と x と x 乗上の行き先を計算しますはいそれでこうなりますねよろしいでしょうかえっと1については、まあ、2回微分1回微分両方とも0ですので最後のここの部分だけが出てきてス2ですねで x のところはのところ ここは消え、ます。最初のここは消えますので、これだけ残ってたす、二 2x 指ス一引く二エクスということで、一と。で、d ス二乗に関しては、ここは二で2、二エクス二乗引くエクスで、で、二エクスかける 2x 指ス一ですね。引く二エクス二乗ということで、これは、えっと、四エクス二乗になりますと。あとですね、えっと、エクス二乗の係数は二足す二引く二で、じゃあ2足す四引く二で、四と。で、エクスの係数は、マイナス二足す、プラス二で、ゼロと。で、定速はないと。 こういうことですね。はい。ということで座標はこういうふうになりますので表現行列はこういう感じになりますと。で、えっと基本変形まあ今してませんけど基本変形一瞬でできるので11101こ,こういう感じに飛躍階段行列になりますので、はい、カーネルは1すいません間違えました。<laughs> えっとマイ、え、ナ、ー、ス210と001ですね。こううまあここ飛躍階段1マイナス2分の1でいいんですけどはい。ということでこれは1 <laughs> 120で、えーカ,ーえー、カーネルが TA の規定として120であって次元は1であるとということはですね、はいえー、とここで注意なんですけどもよくここでですね、えー、とカーネルの D の規定は120であるとこう書く人が多いんですね、はいまあ、これは結局なんかちょっとよくわかってないこの表現行列の応用の意味ですね、えー、表現行列の意味っていうか、まあ、ちょっと数ベクトルとこあの混同していいっていうことじゃないですよね 数ベクトルと普通のベクトル空間はもう一緒くたに混ぜごちゃにしたっていいよっていうことじゃないんですよね。はい、そこをちょっと注意してください。はい、なので、えっと、これはカーネル D はあくまで規定1たす 2X、多項式の空間の部分空間ですので、うん、多項式の空間としてのこの1たす 2X という規定を持ち、で、次元は1であるとあ。ごめんなさい、これカーネル次元、カーネル D の次元は1であると。こうですね はい、で同様にイメージの方はですね、えー、とこれのイメージっていうのは100と001で生成されますから規定としてこれが取れるということはつまりランクの t は2でイメージ d の規定としては1と x 以上が取れてランクの d イコール2となるとこういうことになります、はい。それでは表現行列と規定変換ということで規定を取り替えるとどう変わるかというお話ですね。 はい。これが、まあ、この講座最後のセクションとなりますが、はい。F を V, v から W の線形写像とします。で、BV と BV ダッシュですね。B ダッシュ V が、まあ、BV ダッシュですね。これを V の規定、二組の規定とします。で、規定の変換行列、以前やりましたけども、もうどういうものか覚えていますか ?BV ダッシュっていうのを BV と P とこれ形式的に書くわけですけど、まあ、あの、簡単なために2個でやると、BV1 ダッシュと V2 ダッシュ二次元だったら、 V1 と V2 のなんか ABCD とこうかけるんでこの V1 ダッシュが A 倍の V1 たす B 倍の V2 とかけると V2 ダッシュが C 倍の V1 たす T 倍の V2 とかけるということでここ得られるこいつが P だったわけですねこれは二次元の場合の図ですけどもでこの変換行列 P と 同じように W の方も BW2 と BW ダッシュ2組あるときに BW から BW ダッシュの変換行列を Q とするとそのときにですね、えっと、F の表現行列をまず BV と BW という規定の組み合わせに関して考えるとそれを A とするとでダッシュついた方を A ダッシュとするとこういうことですねで A と A ダッシュの関係を PQ で表しましょうというのはこの セクションの目標ですね。で、まず線形性と表現行列の定義と結合法則を順に用いていくとっていうことで、FBV' ですね。まずこっちの方、まず、えっと、この直接じゃなくて、まずこの BV' を BV に直しちゃいます。これさっきやります。はい。で、これはいいですね。ここはあの変換行列ですね。で、これは、こうなんです。これ線形性ですね。はい。あの P を、あの要するにこれは、あの、こう、えっと、P の各列ベクトル PJ の FBV。 pj ってやつがこう並んでるわけですけども、それ一個一個がこれ fbv の pj とこうなる。これは線形性ですよね。はい。で、全体としてこれ考えると、まあそういうのがこう p1 から pm まで並んでるわけですから、それはあのこういうふうに一気に書けると。こういうことになりますね。はい。で、えっと、これをですね、はい、このようにします。これは何かというと fbv の,、ね、の,の定義ですね。この fbv っていうのは要するに bv の各 規定の行き先 F で移して、そいつを BW に関する座標と並べたものが表現行列だということを表しているわけですね。はい。で、結合法則を用いると、こういうふうになりますということです。で、一方ですね、この FBV ダッシュを今度はあのダッシュ側の方で考えると、まあ、当然これは BW ダッシュ、A ダッシュということになるわけですね。これはの表現行列ここ、ここでやったこととここで、ここでやったことと同じですね。はい。 で、この BW' っていうのは、とこうですね、BWQ でしたから、これを代入してやると、代入してやると BWQA' で、でまた結合法則を使ってやると、はい、こういうふうになりますと。ということで、二、まあ、通りの方法で計算してやるとですね、FBV' を計算してやると、どっちもこの BW の、まあ、に関する座標の、まあ、えっと、並べたものという形で表すことができるわけですけども、 それが一方では AP 一方では QA' ということになるわけですね。で当然 BW っていうのは規定ですから一時独立なんで、えー、この係数に出てくるベクトルは全部等しいと列ベクトルは等しいということで行列としても等しいという、まあ、いつもの議論で言えること言えますから、うん、両者を比較すると、まあ、一時独立性より AP イコール QA' が分かるとこういうことになるわけですね。はい。ということで A' イコールと主語にすると一応、まあ、あの Q インバース AP というふうになるわけですけども まあ、特に、あの、一時変換ですね。数ベクトル空間の一時変換において、まあ、生息行列 P の列ベクトルの規定に関する TA の表現行列っていうのも、まあ、要するに、えっと、標準規定で考えると TA っていうのは表現行列 A なんですけども、それはなんか別の規定を取り替えてですね、考えるわけですね。規定を変換するわけですね。っていうふうに考えると、その場合は、まあ、あの、要するにこういう式になって、A'P'P と、こういう形になりますね。はい。で、この関係は非常に重要で、この後、 次の,えー、次の次ぐらいに出てきます、対角化の話ですね、につながってくる話ですので、はい。えっと、こういう、まあ、生息行列 P を使って P、P インバース AP があの A' と等しくなるとき、A と A' を相似と言うんですね。で、えっと、この相似というのは、まあ、いわゆる同値関係といわれるものなんですけども、まあ、A と A'、A と A は同あの相似で、A と A' が相似ならば、A' と A は相似であるとか、A と A' が相似ならば、A' と A は相似であるとか、 A と B が相似で B と C が相似だったら A と C が相似であるとか、まあ、そういうことが言えるんですけども、まあ、そういうことが言えると、まあ、実はあの A の行列を全体をこう分類するということができるんですね、はい、グループ分けすることができるということなんで、まあ、それをですねあのそのグループ分けした時の一番まあグループの代表としてですね何でもかんでも代表を取るんじゃなくて一番スマートなやつを取ってくるとでそれを標準化というんですね で一般にあのた大抵でもできるのはこの対角化ですね対角行列を代表選手に選ぶことができるとこれがあの後でやります対角化の話つながってきますのでまあここはその要するに理論的な、えっと、準備というふうに言うこともできますそれでは表現行列と規定変換の例題をやっていきましょうまず例題1ですけれども問題としては A= 1 0 6 1 2 7の定める写像 F=TA の規定 B=2334 に関する表現行列 X を求めようとこういうことですねはいまあポイントとして公式に当てはめるのではなく表現行列の意味定義に基づいて考えてくださいとこういうことですねはいそれではちょっとやってみてください はい。それでは行きましょう。えっ、ー、と、A の規定23、A によって23を移す。34を移す。で、移した結果がですね、えっ、ー、と、どのような座標になるかということを考えればいいんですよね。なので、えっ、ー、と、A の23、それから A の34を計算します。そうするとですね、それぞれ23と68になるんですね。はい。で、これよく見てください。23、A23 の行き先は23ですから、これは座標は10ですね。 で、34の行き先は68。34の行き先は68で、34と68の関係分かりますよね。2倍ですよね、ちょうどね。はい。その二23なしで、えー、68は34の2倍だけでかけると。つまり、座標は02ですね。はい。ということが分かります。よろしいですかも,もちろん、あの、求めて、ちゃんと求めてもらってもいいんですけども、これ、気づ気づく、気づきますよね。最初の23で、あれという感じで、23が23ということは2、2334に関する座標は1一10だなと。 いうふうに気づいてもらえばいいんですけども。まあ、とにはこういうふうになります、はい。ということで表現行列はこうなりますと。はい、これ何ですか対角行列ですよね。はいまあ、これはあの対角化のまさしく例で、X は対角行列となったわけですけども、この適切な規定 B に関する表現行列 X は対角行列になるというような、その規定 B を取る。これが、まあ、あのこのあこの対角化の話の問題になるわけですね。はい、それでは例題2をやってみましょう。 えっと、A としてこのような 2×3 行列。で、F イコール T ですね。A の定めるシャとするときに、計算の規定これこれと、権利の規定これこれに関する F イコール T への表現行列 C を求めなさい。はい。まあ、これは普通に表現行列の問題と言ってもいいんですけれども、まあ、あの、標準規定に関する表現行列は A の場合に、えー、規定をこういうふうに取り替えるとどうなるのっていう話、というふうに考えれば変換行列の問題でもあるんですね。はい。 まあちょっとこの辺はあのー、変換行列と言いながら全然変換じゃないっていう感じもするんですけども、はい、ちょっと考えてみてくださいはいそれではやっていきましょう、まあ、ポイントとしてはこの1変換の場合は規定を共通に取るということでしたけどもこの場合はあのそれぞれ個別に規定を取っているということですね、はいえー、っとまず111の行き先を考えます そうすると、これはマイナス14になりますと。で、これの座標は言うたらですね、どうなるか言ったら、この2358っていうこの規定行列ですね、規定を並べた行列、規定行列の逆行列をかければよろしいということですね。まあ、方程式を解くわけですから、逆行列をかけることになるわけですけども、まあ、これ計算するとこうなりますと。まあ、ちょっとでかい数字ですけども、こういうふうになりますと。で、同じように121の行き先はマイナス24で、これも座標はこういうふうになりますと。 はい、で100に行き先は、まあ、最初の行で21が出てきてこれは座標は11マイナス4ですと。ということで、まあ、この表現行列 B は、まあ、実際この逆行列を計算するという部分をまとめて書くとこれかける要するにこれかけるこれですねこの部分の計算を一列ごとにやったやつがこれでそれにこれをかけあのこの逆行列をかけているので、まあ、結局のところこれがこうこうなると並ぶとこういうことですね。 ということで、まあ、規定行列インバース A 規定行列という形に確かになっていますということが分かります。はい、それでは次に例題3をやっていきましょう。問題としてはこういう行列ですね。だんだんちょっと、あのー、行列のサイズが大きくなって字が小さくなってきましたけども、TA の表現行列があこうなるような規定の組みを答える。まあ、最後の問題はですね、この表現行列が与えられていて、規定を求めなさいとういう問題ですね。はい。これちょっとじっくり考えてみてください。 はい。それではやっていきましょう。えっと、これどうなりますかね。はい。A を行に関して、X に基本変形します。これ、X というのは、要するにこれ、あの、A の、えぇ、ー、まあ、比階段行列になっているんですね。はい。で、これ変形していくとですね、こういうふうになります。はい。ということで、これ、あの、基本変形の,あの方法としてはですね、この P という、この行列ですね、これ全部こう順番にこうかけていけば、これをかけて、次にこれをかけてっていうふうにやっていけば、 この式をですねじあのよく見るとですね要するにこれは K4 に関しては標準規定をとってで、えっと、行き先の計算に関しては、えっと、P インバースを規定の列ベクトルを規定とする、まあ、これ P インバースを規定行列とする表現行列であるとこういうふうになってるわけですね。はい、ということで、はい、P インバースを求めればよろしいということになります。 はい、で、P バースを求めるとこういうふうになるので、えー、と求まるということですね。はい、で、これもう一個別解があります、はい。別解は何かというとですね、この TA の像は、要するにこの213と124というふうに、えー、この2つの列ベクトルで生成されるわけですけれども、要はですね、この,この形にすればいいので、えー、この形にしたいので、このこいつを100に、こいつを0一1 0に移すような えー、どんなやつでも構わらないので、それをちょっと取っていきますと。で、この21312をそれぞれ1 2に移す変換を表す行列 Q を用いると、まあ、Q インバースの列ベクトルからなる規定は条件を満たすということで、まあ、同じことができるわけですね。ということで、まあ、こういう何でもいいので、こういう形の行列でまあ取ってくればよろしいということになります。はい。ちょっと難しかったですかね。 はい、さらにですねこの表現行列がこの、えー、表現行列がですねこれではなくてさらにこう列変形したこの形要するに回数標準形になるような規定の組みを考えてみてください。はい、もうこれについての解説はもうしませんけれどもちょっと自分で是非、まあ、ほとんど同じことですのでね、はいまあ、要はこう k 音側の方の規定をどういうふうに取るかということなんですけどそれとそれに対応するものは何かということをちょっと考えてみてください。